さあ、今月はですね、対決月間と題しまして、いろんな人と対決していきます。イナリッシュ。今回の対決はプリンスの響くんです。沖縄中へ。はいはいあのパイピックの振り付けでお世話になりました。ありがとうございます。さあ、今回はですね、対決シリーズということで、相手の得意なもので勝負をする。はい、で、得意だから勝ってどうぞ。はい、だから、僕が勝った場合に何をしてくれるか。キス。キスとか言っちゃダメ。キス。キス。ちょっと持ち点が上がってきた。やればいいかも。キスやればいいかも。はい、ということで、じゃあ得意なものは何。はい、今日はにらめっこで。にらめっこ。俺でもすげえ有利じゃない、これ。有利で。有利だね。今日はほぼないもんね。よし、分かった。で、俺が勝ったらキスを。どうする？これはここで待ってる。オッケー。じゃあ乙女で待ってます。まあ、ただこれちょっとなかなか難しいと思うんで、審判を呼びたいと思いますね。じゃあ高道。イエーイ。イエーイ。イエーイ。お。でか。じゃあジャッジ高道。もう一本勝負で乙女。はい。一本勝負でにらめっこします。はい。で俺が勝ったら。ゆびきくんがキスをしてくれるそうです。したいね、ゆびきくん。それじゃあ、じゃあ、かわいい感じでキスをしてもらいますね。よし、もう一度やるべよ。ほいチャンネル登録お願いします。じゃあご褒美たいんですけど、いいですか、これ本当に。もし、あ、じゃあ、やっぱ今売れてるじゃん、めっちゃね、さらに売れるでしょ。おっさんとキスしたとか言ったら問題でしょ。じゃあ、誰か一人身代わりにしてもいいよ。あ、その人が俺にキスでもいいよ。じゃあ、僕のね、ブリッツのメンバーなの？そこまで言っといて、俺、高道くん来ると思ってたけど。いや、それは違うんだよ。良一くんに、来てもらおうかなと思います。空気を読ませたいのかな。お前、選ばれたか。お前は、メンバーのね、選ばれたか。みそぎ的な感じじゃない、これ。じゃあ、キスをしたかどうか見たい人は、じゃあもっと有料チャンネル作るか。有料チャンネルで、ね、有料チャンネル作って、はい、その先はちょっとディープなボーイズラブをやりたいと思うんで、ぜひその先を見たい人は有料チャンネル登録してください。イナリッシュ。イナリッシュ。